和泉イスチは森大外の短編小説。1911年2月、三田文学上で発表された。医学士である花房は、かつて戦時で開業医をしていた父親を手伝ったことがあった。つまらない老人に過ぎないと思っていた父に、経験に培われた目と、さまつな日常のことにも、全身全霊を打ち込む、誘導者の姿勢があることに気がついた。彼は一転して、 父を尊敬するようになった。父の大臣として診察した、お地下風、一枚版、生理的主要の話が、季節の移り変わりと共に解雇される。1911年1月15日脱稿。三田文学での発表から2年後の1913年に、文身に収められて出版された。比較文学者の芳賀通るはこの作品が、新井白石の、 折りたく、芝の木に対する感銘から生まれたと推測しているほか、佐伯昭一も、日本人の次元中の新井白石の章で、折りたく、芝の木における、驚くべく鮮明な父親像は、例えば王外の短編、和井すちかの老い、視点人物たる花房医学士の父の、沖縄の扱い、描き方と、ほとんど重なり合うものであるとした上で両者を比較し、共通のテーマを見出している。 森鴎外筆形、竹森天武氏学ぶ当社、1 9 9十年2月、199ページ。ISBN4 から312005281。比較文学特本、島田金次ほ科、研究者、1973年、194ページ。全国書誌番号、7501万2886。佐伯木翔一。 日本人の次元講談社、講談社学術文庫、1991年8月、153ページ。ISBN4 から06から158,984から9。ありがとうございます。